い、では、電源が落ちてます両方とも、ここから、どのくらいのスピードで立ち上がるのかというのをチェックしたいと思います。では、立ち上げます。同時に押しますよ。せーの。リンゴちゃんマークは右の方が早かったですね。5の方が。さあ、こっからどのくらいの速度で、立ち上がるのでしょうか。さあ、 iPhone はね、立ち上がり、お、早い、結構早いですね。右の、iPhone5 は、もうすでに立ち上がりました。左のなんか圏外になってますよね。僕の部屋はあまり電波がうまく入ってこないので、でその隣の、左の iPhone4 は、まだリンゴちゃんマークがずっと出てますね。いやー、これこんなに遅かったね。今、はい、立ち上がりました。はい、簡単なチェックですけど、ここまで差が出ますね。はい、今ちょっとねちらっと調べたんですが、4から5の比較だと、処理速度は4倍、グラフィック性能は14倍ほど、大体ですけど約14倍になるみたいです。はい、すごいですねこれは。はい、次はカメラの速度が、かなり上がったと、処理速度が、では早速確認してみようと思います。まずは、普通に1枚撮りで、これグリッド消そうか。でグリッドは消して HDR も、オフにしてあります。フラッシュもオフです。ではいきます。せーの、これ見えるかな。いきます。せーの。右の方がやっぱ iPhone5 の方が全然早いですね。やっぱこれ押した時にこうカシャって取れるまでに遅延を感じますね。 iPhone5 の方はもう全然遅延っていう感じはしないですね。はい、では、次連射してみたいと思います。5はね連射に強いっていうのを聞いたのでちょっと連打してみます。いきます。すごいですね、見てください。4のこの押した分だけちゃんと取ってくれるんですね。それは優しいけど、これですね、もう指離してますからね。こんだけの違いが、もう5の方は押したら押しただけちょん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 って撮ってくれますね。いや、すごいですこれは。まあ連写する機会は多分ほとんどないですけど、 iPhone ではこんだけ次の写真を撮るのにすぐ立ち上がってくれる、もう撮れる、もう撮れる、もう撮れるってなると、こっちはねこうすぐパッパパッパ撮りたくてもこう遅延が若干発生してしまうので、これはかなり違いが分かるような気がします。はい、次は、ゲームグラフィック性能っていうか、まあ立ち上がりの速さですね。この今回はこのアスファルト7っていう、だいたいアプリの容量は1ギガぐらいなんですが、これがねどのくらいの速度で、立ち上がるのかっていうのをチェックしたいと思います。下が iPhone5、 上が、4です。でタップして、画面が出て、タイトル画面でタッチしてくださいっていう表示が出るんですね。その表示が出たら、スタートできる状態になりますので、それがどちらが早く出るかっていうのをチェックしたいと思います。では行きます。
せーの、トン。はい、下も出ました。いや、 iPhone5 はもう表示が出ております。はい、今立ち上がりましたね。まあそんなに別に4が遅くは感じなかったんですが、ここまで差が開きますね。ではこのままポン。はい、このメニューの立ち上がりも全然違いますね。はい、でこの購入しないっていうのを押すと、レースが始まります。そのゲームが開始されるまでのタイミングを見てみましょう。iPhone5 早いですね。このアプリは、iPhone5 の、4インチディスプレイに対応したので、すごい見やすいですね。はい、こちらのレースが、開始される、そんな時に、iPhone4 はまだ立ち上がり中と。はい、いろいろとカメラやゲームの起動などを、見ていきました。では次回はね、どうしようかな、考えておきます。もうちょっとね、 iPhone5 の魅力をお伝えしたいので、いい方法で何ができるかわかんないですけど、ちょっと探して報告したいと思います。はい、では今回はこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。